visit in our channel. 先月あげたこの動画で書いている今年の小さい目標 Be grateful for what you have. ものはすでに十分持っている。今あるものに感謝する。ミニマリズムを自分の生活に取り入れてそろそろ1年になります。だいぶ浸透してきたので今年はもっと厳しく自分のバジェットや購入、消費癖を管理しようと思い、2020年はローバイ、ノーバイを自分の生活に取り入れたいと思います。今日お話しする中で何か皆さんにもインスパイアするものがあったり、モチベーションが上がる動画になってたら嬉しいです。まず、ローバイは日本語で簡単に言うと多分節約っていう風になると思います。消費をなるべくミニマムに抑えて、でさらに買うものをもっと意識的、マインドフルに買い物をする。で、ノーバイやノースペンドはその名の通り、食料や生活費を除いたもの以外は一切買わないというものです。白黒思考の人は多分ローバイみたいになんかちょっと分かってもいいとかラインが緩かったらやりづらいっていう人がいるかもしれないので、そういう人にはノーバイとかノースペンドが合ってるかもしれないんですけど、ノーバイの場合は失敗してしまったりして諦めた時になんかリバウンドが来てしまったりするので、後でローバイノーバイの説明もしますが、組み合わせたりしてもいいし、やっていく中で自分流に変えていったりしてもいいし、いろいろリサーチして自分に合った方法やルールを見つけるのが大事かなと思います。これはとても分かりやすい説明だなと思ったんですけど、ローバイで買う時の意識としては、ワント、欲しいものではなく、ニード、必要なものを買うだそうです。ローバイ、ノーバイをやる時の期間なんですけど、今月だけローバイとかノーバイ、今週だけ、週末だけとか、一年中やらなくても自分に負担にならないように、いろいろ試してみて自分に合ったやり方を見つけるといいと思います。1年中とかだったら多分プレッシャーになってしまうので、これはいいルールだなと思いました。あとカテゴリー分けでもできるそうです。例えば洋服はローバイだけど家の家具とか飾り付けとかはノーバイにするとか、自分のできる範囲内でやることが続く秘訣です。私はもともとケチなのか節約なのかあまり無駄遣いはしない方なので、そんなに大きな変化はないかもしれませんが、自分にプレッシャーにならないように全体的に私はローバイを取り入れたいと思うんですけど、洋服とか衣類とかメイクのカテゴリーは私はいつまでできるかノーバイにチャレンジします。全体的のローバイの私が気をつけたいこととしては、私の仕事は午後からなのでお家でランチを食べて外で買わないようにするとか、コーヒーとかはお家から持っていくとか、とあまり重要でないミーティングとか付き合いのお出かけは控えるとか、と何か欲しいって思った時にすぐ欲しいイコール買うっていう風にならないように、多分それがなんか皆さん落とし穴になりやすいのかなと思うんですけど、何か欲しいと思った時に何か今持ってるもので代わりになるものはないかとか、似てるものはないかとか、どこかから借りてこれないかとか、ユーズド、中古品でないかとか、すぐ欲しいイコール買うに頭がならないようにマインドセットが必要だと思います。例えばなんか新しいこと始めたい時とかでも、お家の中で周りを見渡して、そういえば前やろうとしてたこともまだ終えてなかったとか、そういう場合には前のをちゃんと終えてから新しいこと始めるとか、家にあるものは使い切ってから新しいのは買うとか、今お家のある本を全部読み切ってから新しいのは買う、本は図書館に借りに行くとか、お金がかかる時ってやっぱ楽な方とか便利な方を選んでいる時が多いと思います。なので晴れてたら面倒くさくてもドライヤーに入れないで外に干すとか、もう小さくてどうでもいいと思うかもしれませんが、そういう小さな積み重ねがとっても大事だと思います。
と私の知ってる人で、なんか人生がなんかつまんなくて、なんかいつも寂しくてっていうような感じで、そういう感情に駆られた時に買い物をしてしまう。でも寂しいとかつまんないとかの原因は買い物から来てるわけではないので、いくら買い物をしても心の穴は埋まることはないんです。問題に真正面から目を背けないで向き合わないと問題はいつまでも解決しないので、自分の中の寂しさもいつまでたっても解決できません。暇な時、寂しい時に買い物したりポチポチしちゃうっていう人は、自分のそういう悪循環に気づくのも大切だと思います。あと、いい節約と良くない節約っていうのを本で学んだんですけど、いい節約は自分でこう頑張ってるって後味がいい我慢で、自分が我慢することによって惨めな気分になるのは自分を大切にしていないっていうことになるので、それは違う我慢。なので、どこまでが気持ちのいい我慢で、どこからが惨めな気分になる我慢かは、自分を大切にするためにもそこのラインを持っておくことは大切だと思います。例えば月1頑張った自分へのご褒美としてスパに行ったりとか、お気に入りのカフェに行くのをこのローバイとかのせいでやめるっていうのは、自分のご褒美や幸せまで取り上げてしまうことになるので、そこまでやる必要はないと思います。自分の心と体の健康を第一に考えます。これが今使ってる化粧品全部で、ローバイは自分には必ず必要なものはなくなったら買い足していいっていうルールがあるので、この3つはなくなったらなくなったで買い足さないものです。本当はお化粧しないで外に出れたら一番いいんですけど、まだそこには到達していないので、でも少しずつナチュラルにミニマムにしていってます。この3つは時々しか使わないものだけど、まだ使えるのに捨てるのは私のプリンセプルに反するので、使い切ってから捨てます。今ここに残ってるのが私のミニマムでエッセンシャルのメイクです。右の2つは増税前に買ったもので、あとはもらい物が多分こういうのとかもあるので、今年いっぱいはマスカラとかがなくならない限り何も買わなくてもやっていける予定です。この基礎化粧品はエッセンシャルなので、右の3つはなくなったら買い足すと思います。でも多分真ん中の2つのオイルはなくならないかな、今年いっぱいで。この左のオイルはいただき物なので、なくなっても買い足さないものです。あとは髪なんですけど、もう白髪が本当に増えてきて、でもこの間のブリーチで結構傷んでるので今染めないようにしてるんですけど、現時点でのプランですけど、もしできるんだったらもうこれ以上染めないで、そのままなんかナチュラルグレーにこう自然にしていきたいのが希望です。ここがなんか難しいとこなんですけど、髪もメイクも洋服ももう最低限最低限ってしたら、なんか美を諦めたおばさんになってしまうので、髪をカンパマイズしてる分、お化粧はちゃんとするとか、ちゃんと綺麗なお洋服毎日着るとか、こうどこかでちゃんとバランスが取れるように考えていきたいと思ってます。今のところ自分の私物で買ったのは1月にバインダー2冊と、2月にこの美容室と、お母さんにプレゼントで本を3冊買っただけなので、このままローバイで、洋服類メイク類はノーバイ、どこまで頑張れるかちゃんと記録していきたいと思います。ノーバイノースペンドと検索したら YouTube とかもいっぱい動画あるので、もし気になった方はよかったら見てみてください。何か刺激になるものや新しい発見があったら嬉しいです。今日も見ていただきありがとうございました。 Thank you so much for watching. Have a relaxing weekend. Bye.